大阪城ホールぎっしりいっぱいの観衆で埋まりました。日本は驚異のジャンプ力を誇るキューバルイスのスパイクを顔に当てて鼻血が出てもかかっていこう、さあ行こうとキャプテン佐藤一子の元気な声に皆うなずいて会場入り。一方3戦全勝優勝に向け一直線のキューバは余裕の笑みを浮かべて会場入りしました。昨日惜しくもソビエトに敗れたとはいえ、日本はまだまだメダルのチャンスがあります。日本キューバのゲーム、解説はおなじみの小沼澄江さんです。小沼さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この大会ここまで見てまいりましてね、はい、やっぱりキューバのルイスのあのジャンプ力、そして素晴らしいパワーのスパイクが目につきますね、はい、もう見ていて楽しい。そうですね、このキューバのルイス、そしてその他の選手もよく飛ぶよく打つ選手たちなんですが、これに対して日本今日はどうでしょうか。そうですね、あのブロックで止めろとは言いません。ですから拾って拾って拾いまくってほしいなと思いますね。そうですね、スターティングメンバーが発表されております。それでは日本チームからご紹介してまいりましょう。バックライトからサーブローテンションに6番の中田久美、セッター176センチ、5番広則恵、センタープレーヤー183センチ、9番マスコナオミ、レフト174センチ、1番佐藤一子、キャプテンでライト169センチ、2番松下、センタープレーヤー182センチ、そして12番が斉藤真由美、レフト177センチ、全日本最年少若きエースです。平均身長 176.8センチ、監督は宗内紀之監督、58歳です。一方キューバチーム、こちらは8番のベル・レグラ、サウスポーのレフト178センチ、1番オルティスターニア、セッター181センチ、13番カルデロン・メルセデス、センタープレーヤー184センチ、3番ルイス・ミレイヤ、注目の選手であります、レフト175センチ、そして4番イスクエルド・リリー、セッター176センチ、15番が20歳アルバハル・マガリー、センタープレーヤー190センチ、平均身長180センチ、監督ペルドモ・アントニオ46歳。キューバチームは2セッター全員攻撃のチームであります。さあ小沼さんがともかくシャットアウトはできなくとも、うん、なんとか当てて拾ってつないでほしいというお話がありました、うん、先ほどのね、あの佐藤一子さんじゃないですけどね、本当にボールにぶつかってって鼻血が出るぐらいの、そのファイトがね今日は見られるといいと思います ね。 そうですね、キューバチームのサーブで試合が始まろうというところであります。全日本の選手の表情はどうでしょうか。そうですね、もう硬さは取れてるようですね。中田選手の笑顔がちょっと見えましたね、はい、さあ佐藤一子、試合再開、ベルのサーブであります。これはきっちり中田に返っている、マスコのスパイク、これはブロック、ここで日本にタッチネットであります。まずポイントはキューバ。まあやっぱり日本もこの高さということにね、意識を取られますとタッチネットとかいろいろなミスというのが出てくる心配はありますね。はい、もうあのブロックは高いもんだと決めてかかった方がいいと思いますよ。13番のカルデロン・メルセデス、184センチが決めております。ご覧ください、ブロックの上です。ブロックの上ですね。さあここまでキューバチームはペルーに3対0、ソビエトに3対0、中国に3対1といずれもまあ楽勝とは言いませんけれども、はい、圧倒的な強さを見せ3連勝で日本との対戦となっております。さあ日本にサービスポイントが出ました、はい、この広野美恵です。今嬉しそうですね。あーいいサーブが決まりました。さあもう一つ期待したい、思って打ってますね。さあこれも決まった、エンドラインいっぱい。今のはね作戦ですよ、前に落としておきながら今回後ろを狙いましたからね。宗内監督もこのキューバの高さとパワーに対してはサーブがまず第一に重要だという話をしておりました。ヒロノリエのいいサーブが2本決まりましたが、しかし強打で切り返します。この13番アルベロン・メルセデス、184センチあります。87年からナショナルチーム入りしまして、大きな大会、世界大会は三大大会は初めてであります。こちらは佐藤のフェイント、これはアウト。今の攻め方でいいと思います。あのキューバはね強打には強いです、はい、でも今のような難攻には非常に弱い面もありますからね。そうですね、なんとかその突破口を見つけながら日本は攻め返していってほしいところ。2対2の同点。さあこれは返します、ルイスがトスを上げます。カルデロンのスパイクアウト、ルイスがバックトス、そしてこの13番のカルデロンに打たせましたがアウトであります。さあ日本のポイント3対2。こちらはフルセッターを背負っておりますこの4番のイスピエルド、セッターでありますが前衛にいるときにはこのように攻撃してきますね。
このあたりもちょっと気をつけませんと。そうなんです。ルイスですとかカルバハル、はい、カルデロンに注目しすぎますとね。そうなんですよ。ですから常に3枚あのエースがいると、そういうあの感じを持ってますね、日本の選手。さあフェイントです。佐藤一子が懸命のレシーブ、待っているのは斉藤だ。ブロックアウト。斉藤真由美177センチ、18歳、全日本の中で一番若いこの斉藤が引っ張ります。斉藤もですね、ルイスと同じようにジャンプがブワーッと張っていく選手なんですね。ダイレクトで返ってくるところ、松下がダイレクトスパイク。いいですよ、出だしが。日本いい出だしを見せております。オルティスが上げて、向こう側から13番カルデロン、いや15番のカルバハルマガリーであります、はい、カルバハルマガリーが上がってきております。中国戦は頑張りましたね、はい、彼女は、ね、なんとですね、ブロックポイントが11ポイントもあります。190センチ、カルバハル。さあしかしまた決めました斉藤。今日は斉藤が軽そうですか。あの練習の時見てましたらね、体がふわーっと上がってきます。見事に決めております斉藤。松下のサーブ、日本。今度は右に移動しました、カルバハル曲がり。190センチが決めております。このキューバチームの中には結婚をしていない選手を数えた方が早いんでありますが、このカルバハル曲がりとベルという2人の選手だけが見込んであります。おっと、ここでキューバにサービスポイント。この4番のイスキエルドリリーであります。176センチ、鋭角でしたね。そうですね。あっと、これはネット。まあ、このキューバチームもですね、はい、これで2本目のサーブミスなんでありますが、はい、昨日のソ連戦ではなんとサーブミスが18本あったんですね。そうなんですよね、すごく多いですねミスがね、はい、ですからね、チャンスはいっぱいあるんですよ ね。さあ日本チーム、マスコに代わりまして7番のカシノが入ってまいりました。このカシノも昨日のソ連戦では大活躍でした、はい、よく決まりましたね。さあよく落ちている。どこを使うか。ルイスが軽く返します、バックから返します。さあヒロの移動攻撃、ブロード攻撃を見せましたが、これはわずかにサイドラインを割っております。さあそしてキューバチームはカルバハルのサーブです。これも前に落ちました。そうですね、なかなか2高く上げてオルティスブロックです。オルティスが上げてベルです。8番のベグデグラ、178センチ、体育系大学の1年生、世界ジュニア選手権今年の大大会に出場しましていい結果を出している。もともとこのルイスの体格にはカトーテという選手が入っておりましたが、はい、このサウスポーのベルがこの位置を奪っております。さあ高いところから抑え込まれております、この13番のカルデロン・メルデスです。ジャンプ力があります。190センチです。さあここでね、日本もね、もう一つレシーブによって燃えていく必要があると思います。そうですね。さあここでキューバにサーブミスが3つ目、日本逆転されておりますが、なんとかここは頑張って追いついていきたいところ。カルデロン、さあこれはフォローしています。佐藤一子が上げ、待っているのはカシノ。ブロックです。高いブロック、13番カルデロン。やはりこの高さ、そしてジャンプ力、はい、そしてね、目でぐーっと待っていられるんですよ ね。さあヒロの速攻です。今度はどうか、ヒロが打つ。しかしこれもカルデロン1枚で抑えます。これでキューバのブロックが3つ目、得点が6対4となりましたところで、日本最初の作戦タイムです。丁寧に高めにカバーを入れて、それで最後サイドはね、まとめたら、もうブロックとブロックの間か、外がいい。今日は行こう。どうしても、どうしても内側やね、入ってね。どうせ見て内側へ打たなきゃいけないって言うから、蹴るとこ行った。待って待って、開いた。行こう。すぐ見てよ。さあ、やっ！見たいところが限りない、ラップトップ AV 新登場、イタチの AV 暮らし刺激ビート。
4で日本が先に作戦タイムを取りました。はい、お犬さん3本連続してブロックポイントがあるんですね。そうなんですね、ですからまともに当ててはダメですね。はい、カシノが打ちます。これはどうか、ブロックはアウトであります。やはり今のように高いブロックを利用してポイントを取るという。なるほどね、4対2から連続してポイントを取られ、それもブロックで取られてましたので、そのあたりの注意もありました。さあ素晴らしいスパイクはミレーアルイス、みんな本当ため息をついてるような、ね、スパイクですよね。はい、今日の大阪城ホールぎっしりいっぱいでありますが、そのお客さんからこのミレーアルイスのスパイクにため息が漏れます。またルイスにボールが回る、ブロックに引っ掛けようとしますが、その上を来ますこのミレーアルイス、はい、身長は175センチでありますが、ランニングジャンプがなんと106センチだそうです。最高到達点が3メーター36。佐藤一馬フェイント、はい、身長を見て飛んじゃいけませんね。あ、少しゆっくり飛ばないとブロックは。キューバチーム、こちらの方もイスケールドがフェイントであります。8対4となりました。もう完全にチームが出来上がってますね、キューバは。日本も人気印の佐藤一子レッドに回って決めております。今日の大阪城ホール1万3000のお客さん、なんとか全日本に頑張ってほしいところ。やっぱりね、スパイクはですね、胸元を狙うようなグッと伸びるスパイクのがいいと思いますよ。そうですか、さあ中田が上げてライトから佐藤一子のフェイント、うまい、今の姿勢がいい。このそうですね、佐藤一子は第一戦で左ふくらはぎに軽い肉離れを起こしましてですね、昨日あたりは辛そうに、プレーをしておりましたが、今日は元気いっぱいのプレーであります。高くボールを上げて待っているのはミレーアルイス、拾ってますね。そうですね、このルイスもですね、昨日のソビエト戦ではですね、なんと中国戦ではですね、なんと 65% の決定率、しかしそれでも彼女にとっては不満でですね、ゲームの後ちょっと、ね、涙ぐんでましたけどね。大和田快調に飛ばします。しかし日本もお返し、この松下、松下明子、こういうコースが決まるんですよ。あ、ちょっとですね、A のタイミングで飛んでちょっと外へ流れてましたね、はい、さあ無理な体勢です。なかなかどこを使う、待っているのは斉藤だ。これはワンタッチありません。主審の東ドイツのリヒテルさん、ワンタッチはないというジェスチャーであります。さあルイスのサーブです。きっちり中田に返っている斉藤だ。日本シリーズ打ちました。爽やかエース斉藤真由美、失敗しても私には若さがあるんだから次にチャレンジしますという斉藤。さあここで日本メンバーチェンジであります。2番の松下拓子に代わりまして3番の本郷智恵をピンクサーバーとして起用します日本です。本当斉藤がですね、みんなに声をかけ引っ張っていってるようなね、そんな感じもありますね。そうですね。さあオルティスが上げてアルバハル、これはアウト。さあ9番にはこういうミスがあります。はい、2ポイント日本が返しまして得点が8対6、本郷のサーブが続きます。オルティスが上げる、マティルベル、これもよく拾っています。オルティス今度はどこを使うか、もう一度ベル、サウスポーのベルが決めました。あまり表情を変えませんこのベル・レグラ、178センチであります。まあルイスにいまして非常にジャンプ力もあります。おっとここでキューバにまたサービスミス、これが4本目のサービスミスであります。こういうチャンスを生かしたいですね。そうですね、まあ、キューバというのは昔はですね、ミスをするとそこからずるずるずると勝っている試合もね、負けていくというようなケースがたくさんありました、はい、バラバラになってしまうんですね、みんなの気持ちがね。今年のこのですね、ワールドカップはそういう場面が非常に少ないんです。やっぱり優勝したいんでしょう。あ、なるほどね。さあ、カシノがうまくブロックアウトを誘っております。カシノ、サチコ、ユニチカの選手であります。韓国戦にも途中から出場しまして決定率 77%、 ソビエト戦にも途中から出場しましていいところを見せまして決定率 52%、 しかもいいところでのスパイクを決めましたカシノ。しかしこちらはご覧いただきましょう、13番のカルデロン、
ね。本当に意味ないという高さです。おやおや、またキューバにサービスミスで、これが5本目です。チャンスをいっぱい与えてくれてます。そうですね。さあ、日本チームは本郷選手が前衛に回ってまいりましたので、松下選手がコートに戻っております。全日本最年長の新人であります、26歳。バンハンドでスケールドが上げる。さあ、中田が二段突になりますが、カシノが打つ。今度はヒロが上げます。カシノに打たせる。イスキエルド、センターからカシノです。これはどうか、決まった。今日の日本はですね、丁寧なとってもいいボールやってますよ。打たれてもそれを拾ってつないで、はい、丁寧に丁寧にバレーですか。はい、ダイレクトスパイク。ご覧ください、ヒロのサーブも良かったですね。帰ってくるところダイレクト松下。ヒロのサーブが続きます。これもイスケールドが無理な体勢、ドリブルを取られます。さあ、これで5ポイント連取、日本逆転しました、9対8。ここでキューバ作戦タイムです。体が軽いとやる気がついてくる。行ってくるよ。軽い、いつもゴロゴロしてたのにね。神経筋肉の疲れにビタミン B 1612製剤エスファイトゴールド。次は何だ。行ってくるぞ。神経筋肉の疲れにビタミン B 1612製剤エスファイトゴールド。 SS 製薬小僧寿司チェーン。大きく大きくなあれ。大きくなれと願いを込めて夢小づち。大きく大きくわーわ。水につけると大きくなる一寸法師が入っています。みんなで楽しく七五三パーティーと夢小づち。小僧寿司チェーンの七五三フェア。高機能ウェッジシェイプファクシミリ、そしてダイヤルバンク留守番録音もできる。メモリー付きも一斉に新発売。日立のファクシミリハイファックス、とっても賢い、とってもおしゃれ、日立。日本が8対9、9対8と逆転しました、はい、5ポイントを連取しております。ビレイアルイス、しかしこれはネット。ルイスにミスが出ました。さあ、これで乗ってきました日本。日本で10対8。ああ、どうですか、ルイスがこれでまた硬くなってくれれば日本にとっては幸い。ブロック、ブロックが取りました。ネット上。さあ、もう一度組み立て直します。カシノ、よく拾っています。カシノが打つ。イスケルダが上げて待っているのはルイス。これはエンドラインいっぱいです、この頃のルイスはですね、真下に打たないボールが多くなりましたね、足の長い攻撃で点を取ってます。このルイスは現在21歳、前回来日した時も若いパリパリの選手、その時はもう意識して鋭角のスパイクを打ってましたけどね。そうなんですね。足の長いスパイクを打ちます。これも足の長いスパイク、しかしこれはアウトです。得点が10対8でサイドアウト。日本は一旦は逆転されましたが、それをまた繰り返しております。断トツになります。4番のイスケールド。佐藤一子が上げる。待っているのは斉藤。よく決めました。今年に入って急成長した日本のこの斉藤、アメリカ合宿で斉藤はもう、はい、
本当にこの大会の第一戦からですね、調子が今いいまんまずっと来てます。そうですね、さあキューバカルデロンのスパイクが決まりました。しかし日本は7ポイント連取で11対8、はい、第1セット見事な滑り出しを見せております。そうですね、ここは逃げ切ってほしいですね。そうですね、日本は第1戦でカナダに3対1で勝ち、第2戦韓国に3対0で勝ち、そして昨日キューバに3対1逆に1対3と敗れておりますけれども、しかしまだまだメダルのチャンスがあります。キューバに久しぶりにポイントがつきました。現在この89ワールドカップ、キューバが全勝回路を走っているわけでありますが、日本もまだまだチャンスがあります。はい、さあノックアウトを誘いました斉藤。さあここで佐藤に代わりまして10番の中西をピンチサーバーとして起用しました、はい、これは最高、はい、そしてこちらはピンチサーバー中西。さあここでですね、バックで拾ってなんとかね斉藤に打たせたいですね。そうですね、サーブカットを乱しています。さあブロックは吸い込みです。15番のアルバハル・マガリ190センチ、15歳でヨルフェ総監督にスカウトされまして、もうこの190センチという身長とジャンプ力でですね、はい、一躍現在ではもうキューバのエースですよね。そうですね、ドイツに次エースですね、はい、斉藤がフェイント、よく落としました。見てください、ブロックの上見事に落としています。綺麗に決まってます。はい、再びサイドアウト日本、ベルが打つ、中田上げる、待っている斉藤、オルティス、ベルです、ブロック。今ね、ヒロがですね、上でねぐーっと待ってましたよ。はい、ね、さあヒロと中田が飛びました。ブロック1本目でありますがポイント日本12点目。ライトからカルバハル、まあこれはしょうがないでしょう、はい、カルバハル曲がり、大学予備課程国立スポーツ上級学校の4年生であります。あっとここでキューバにサービスポイント、この4番のイスキルエルド、あポイントキューバで10点目、12対10、日本頑張れ。斉藤です、打ちました、高いブロックをむしろ利用するように、はいはい、オルティスの左手でしょうか、ね、右手でしょうかね、ですね、はい、ですからブロックがよく見えてるんですよね。あイスケルドが上げます、ベルが打ちます、よくボールがつながっているが返すことはできません。斉藤はね後ろでもレシーブで頑張ってます、はい、日本で一番若い斉藤でありますが日本チームを引っ張るような働き、日本ちょっと乱れた、カシノが打つ、イスケルド、ベルがアタックライン上から、中田、カシノ、ブロック、13番カルドレン、メルセデスのブロックであります。今年の1月に結婚しました、このカルドレン、メルセデス、まあ、やっぱり結婚しまして精神的にも安定してこれから良くなる選手だと、そうですね、アントニオ、セルドの監督も話しておりましたが、さあここでミスが出ました、はい、さあここで中西が前衛に上がってまいりましたので佐藤をコートに戻します。日本です、そしてサーバーは中田です。これは鋭角的なスパイクです。13番のカルデロン・メルセデスであります。今ねスパイクを決められましたけどね、これはもう忘れていいと思います、はい、それから先のこと、橋野です。さあこれはレシーブの選手の手を大きく弾いて決まっております。今日のね日本の選手、スパイカーがね落ち着いて打ってますね、しかもエンドラインを狙うようなね、はい、足の長いスパイクが成功しています。ルイス、これは仕方がない、もういいです、はい、これはルイスに拍手を送りましょう、はい、4回目のサイドアウトであります。得点が12対11から動かないが、ここでサービスポイント、キューバにサービスポイント12対12の同点、同点に追いつかれたところで宗一監督作戦タイムです。
ツアーですよ。それでこのセンターがね、芯が入ってます。また、行こう。あのレフトガードです。それでね、前頭ね、ストレートまだ置いてないから、それが一箇所、それがうまく入ったら強いから真ん中置いてる。やばさ、アイフォン、セミだ。ビデオの心臓部から映像を美しくする、三菱のスーパー VHS。 1990年、テレビはもっと AV の中心になる。 AV ジャンクション、三菱 CZ クラブ。心のふるさと大切に、日本講堂のお線香毎日香。飲むプロテインは意外と少ない。男も女もプロテインフィットネス、つまり体をデザインする。脂肪分ゼロのプロテイン飲料、アサヒ PF21。 12対12となりましたところで、宗内監督が優しい声でアドバイスであります。宗内監督は85年の神戸ユニバーシアードの金メダル監督、その時は佐藤一子、ヒロといったようなメンバーで金メダルを獲得しております。そして去年のソウルオリンピックコーチでもあります。宗内監督がこの佐藤一子、ヒロあたりに何か盛んに話しておりました。そうですね、もうがっぷり四つに組んでますからね、ここからが勝負ですよね。オルティスのサーブ、さあこれはサーブミス、さあチャンスです。得点12対12の同点。サーバーは7番のカシノであります。サーブいいですよ。昨日の試合からラッキーガール的な存在であります、はい、カシノ。オルティスが上げる、ライトからコンデロ、いいトスが上がって、あっと打ちにくい、ちょっと伸びましたが、はい、トスが伸びましたね。慌てない方がいいですね。しかも斉藤はちょっと内側に入ったというような感じだったんですね。そうなんですね、斉藤にはね、高いトスであのブロックを見る余裕を与えてやった方がいいかもしれませんね、はい、さあ中田にきっちり返って、斉藤ストレートを狙いましたが、これはアウト。ほんのわずかサイドライン弱っております。ポイントキューバ、13点目、また逆転であります。しかし日本キューバ戦、大セットから大熱戦となっております。中田が速攻を使います。中田松下の速攻、キューバもね、まさかと思いましたね。エイクイックが決まっております。さあ日本頑張れ、佐藤一子のサーブ、サーブ活動を乱しています。さあ中田はバックに振る、これはどうか、ワンタッチはありません。中田が前に入ってきてバックに振って松下に打たせましたが、わずかにアウト。チャンスだったんですけどね。今度はどうか、さあ斉藤です。ダイレクトで打ち決まった、さあ日本の救世主になるか、はい、斉藤、これがね、斉藤の良さですよ。積極的なのが思いっきりがいいですね、はい。オルティスが上げる、センターからカルバハル、いや素晴らしいスパイクです。これキューバにメンバーチェンジであります。4番のイスケルドに代わりまして2番のテイエスをコートに入れました、はい、33歳、今大会の最年長選手であります。なんと76年のモントロールオリンピックからですね。そうなんですね、すごい早いセットアップするんですよね。さあしかしピンチサーバーに起用されましたテリエスでありますが、サーブミス、なんとこれが7本目のサーブミス。日本このチャンスに乗じたいところであります。さあこれはテリエスが上げる、ライトからカルバハル曲がり、
このカルバハルっていうのはですね、打った後日本の選手の方に向かいましたの、これで叫ぶんですよね。そうですね、この選手は85年にナショナルチームに入ってるんですが、その頃はですね、なんか弱々しい感じがしたんですけれどもね、最近では相手のコートを睨みつけますね。やっぱり自信でしょうね、自分に対してのね。ナイスレシーブする日本、橋野が打つ、ヘリエスが上げて、カルベラン、ジャンプがありすぎてですね、オーバーネットしたんじゃないかと思いましたけどね。ポイントキューバで14点目、第1セットのセットポイント、日本コールが起こります。日本頑張れのコールが起こる大阪情報。さあナイスレシーブ、橋野が上がる、そして待っているヒロ、これは決まった、打ちました。ヒロも高いところ狙ってますね、高いところで打ってますね。さあ中田のサーブです、ワンハンドで上げてベル、オルティスが今度上げる、カルデロン、しかしミス、慌てましたキューバ、ちょっとトスが低くなりました。カルデロン、ベルフルのミスファイトであります。ポイント日本で14対13、ここでキューバ2回目の作戦タイムです。今もう入れとる、無理しないで、これはもう帰るところでね、勝負勝負のような感じで攻めてる。ロッティ吹いた、吹いた、吹いた、それからもう上げたらね、よく見とって、もうブロックにもこう後ろにいてね、ブロック2枚中途いったら真ん中ファーッと出てくるの、1本がね、そう、真ん中確認してて、アイボン、飛ぶか、そう、どうよ、14対13、日本が1ポイント差に追い上げております。さあブロック、しかしこれはブロックアウト、しかしブロックのタイミング合ってますね。そうですね、日本はですね、この試合前には何とか上がればいいって言いましたけど、そんなことじゃなくうまく上げてます、はい、さあ2回目のセットポイント、キューバ、ヒロです。これはワンタッチがあるか、ワンタッチがあります。主審の東ドイツ、リヒテルさん、ワンタッチ、満員の大阪城ホールが沸きます。そしてサーバーはヒロ、足の長いサーブだ、はい、クリアス、オルティスのスパイクをブロックです。よく飛びました、よく見て飛びました、ホテです。嬉しそうな表情のこの7番のカシノ、14対14の同点ジュース、あーこれは仕方がない、ウィスミレア、とてもとても高いところ、このアンテナの一番上のですね、赤いマークがもう一つ下ぐらいから打ってます。そうなんですよ。さあイスケールドをコートに戻しましたキューバチームであります。さあ斉藤が何か指示をしています。中田が上げる、佐藤一子のフェイント、イスケールドが上げて向こうで待っているのはルイス、この高さを見てください、もう声が出ません、仕方がないという感じ、はい、さあ15対14またセットポイント、しかし日本も頑張る、いやいや、しかしここで主審のリヒテルさん、グッドですね、はい、グッドですね、はい、サーブ権を奪い返している日本、オルティスが上げてクイス、勝負どころでこのルイスが素晴らしいスパイクを見せます、いやルイスが前に上がってきてるっていうのが悔しいですね、これそうですね、しかし今日は表情を変えず淡々とプレーをするルイス、中田がワンハンドで上げて斉藤、最後は斉藤が捕まりました。ポイントキューバで第1セットは16対14、日本頑張りましたが第1セットキューバが取っております。キューバはすごいね、びっくりしちゃったルイスさん、目向いてますよ、あの打点の高さ、はい、あそこまで普通ジャンプしたらね、主審のか、はい、の頭かボールか分かんなくて主審になったりなんかしてね、反則負けとか、あのルイスさんが日本に来たらもっと強い、でも見せるね今のは見ましたね、私はすごいですよ、あれさ人を踏み台にしてジャンプしちゃいけないの、はい、それは反則ですよ、それは降りるときが足が痛めちゃいけないからそいつの上にまた降りたりとかね、そういう作戦でも見せるね、見せます、本当これからも楽しみですよ、はい。
ためにいつも最高のシステムをと考えている日本ユニシス。今力を入れているのはユニックスシステム。コンピューターと人間との関係をいつまでも見つめていたい。コンピュータの日本ユニシスです。アタック。洗えば洗うほど白くなる。秘密はこの青い粒バイオテックス。木綿繊維の内部では汚れはゼリー状の組織の中に閉じ込められています。洗浄液を入れてみると、アタックの方はバイオテックスがゼリー状の組織の内部に浸透して汚れをぐんぐん溶かし出しているのがよくわかります。だからアタックはこんなに白くなるんですね。アタック。贈り物に花王のアタックをどうぞ。今マクドナルドのドライブスルーではオリジナルカップホルダー伸びるんだプレゼント。だからマクドナルド。マクドナルドで運試し。テリヤキマックバーガーとコークの S のラッキーコンビ。飲んで当たればテリヤキマックバーガーがもう一つ。君はついてる。だからマクドナルド。あっと、これはネット上の試合。中田がオープンに回す。斉藤が打つ。ブロックアウト。爽やかな笑顔、口をキュッと結んだ。おっと、まるで娘の活躍を喜ぶようなヌイチ監督。あ、左手で行きます。そして斉藤、もう一歩、あの石川上げて斉藤が打つ。こちらで待っているカルバハル。15番のカルバハル、先ほどはですね、ブロックされたり拾われたりミスが続きましたけれども、またなんかちょっと立ち直ってきちゃったような感じがしますね。さあ、ルイスのサーブであります。さあ、斉藤が、まあ、ちょっとトスが流れましたか。そうですね、それとタッチアウト狙おうと思ったんですけれどもね、アンテナにかけまして、ポイントキューバであります。オルティスが上げる。センターからカルバハル。ポイントキューバで9対9の同点となりました。日本頑張れ。さあ、ここでメンバーチェンジであります。1番の佐藤道子に代わりまして4番の杉山をコートに入れましたね。そうですね、やはりここで一つ作戦を斉藤選手に与えようという宗内監督の、ね、はい、ごめんなさい、佐藤選手に、ね、与えようという、そういうタイミングだと思いますけど、しかし代わって入った、これはいい杉山が右に走ってブロード攻撃、はい、ストレートの回コースに打ちました、はい、さあ今決めた杉山のサーブ。9対9の同点、頑張れ日本。ライトからカルバハル拾っている。斉藤が打つ。入ってる。カルバハル、これも拾っているが惜しいですね。そこまで行って手に当たってるんですけど ね。さあ、中田にきっちり返って、今度は松下のブロード。2イレア・ルイスがフォローする。左手でベル、これはアウトか。アウトであります。ハイクアウト。そして日本、ここでまたメンバーチェンジであります。松下に代わりまして10番の中西であります。ここでね、なんとしても2点欲しいんですよ ね、 そうですね、日本はね。この中西はいいサーブを持ってますからね。そうですね、はい、期待しましょう。センターからの一方。さあ、これはどうか。ヒロが打ちましたが、天井へ向けて、天井へ向けちゃいましたね。さあ、一方のキューバの方はカルバハルが下がっておりますが、あと、このスパイクもアウト。気をつくという意味ではいいんですけどね、でも、審査はなかったですね。はい、ポイントキューバで10対9、逆転であります。斉藤の今度は外側へのブロード、これもアウト。11対9、その差2点と開きましたところで、日本宗内監督2回目の作戦タイムです。
相手フォワード打ったフォワード打ったあの黒が僕のに対してお前はどう打ったの指示するできた時にパッパンパッパンそれで動いてピッタが大分バックのライトだからねだから距離とってもコム使えるからつかまったピッタ押した3ピッタI9 2点差となりましたところで日本の宗内監督の作戦タイムですが日本頑張ってほしいですねそうですね先に2点取られましたね、そうですねここまでね頑張ってきたんですからねなんとか、はい、斉藤のスパイスが決まりました18歳連戦の中で一番若い斉藤スライドするサーブなんですいいサーブですいいサーブですねアルデロンですまあ、キューバというのはご覧いただきますように、ね、いいサーブで崩されてもこういう高いところからドカーンというのがあるんですね簡単にサーブ系が取れるんです、はい、さあ日本頑張れ柏野です柏野が今日は頑張ります、はい、地元ユニチカの選手であります会場からも大きな声援が送られていますスケルダが上げてルイスしかしブロックこれは杉山ですか、はい、嬉しそうですね一人で止めまして佐藤一子に代わって入っている杉山は決めましたブロックです得点が11対10さあこれも決めた決まるかもう一回ルイスボールは繋がっている橋野だそしてルイス一本まだ繋がる橋野が打つレシーブでありますが、はい、でも本当にね、こういうプレーはね周りの人に感動を与えますねそうですね拾ってつないで、はい、なんとか他の人にそのボールをつなげていこうという全日本、はい、柏が打つよく見えましたさあご覧いただきましょう決してその高くはないんですけれどもねやっぱりポイントコースをちゃんと作ってるということですね、はい、さあ全日本は松下をコートに戻しましたそして5番の広に変えまして3番の本郷をピンチサーバーとして起用します得点は11対10第2セットも大接戦でありますさあいいサーブですネット上のボールの試合さあこれはもう一度やり直しであります第1セットは16対14大接戦でしたがキューバに取られております日本このセットも大接戦大健闘日本バックに回してカルデロンカルデロンベルセデスがスパイクを決めましてサーバーとして下がりますしかしこのセットねルイスがあんまり目立たなくて感じませんかそうですね、昨日の中国戦もですね、2セット目からルイスの調子がちょっとおかしいというような感じになったんですがね、はい、あしかしキューバがポイントでやりますこのブロックブロックは高いですねまあそのルイスの話に戻しますとどうしたんでしょうかねこのルイス、ね、2セット目から昨日もちょっと打点が下がりました、はい、やっぱりどこか具合が悪いのかなという感じがするんですけど保証はないようですねあしかしこの間に日本もちょっとサーブカットに乱れが生じましてポイントを重ねられております13点目が入りました3番の本郷に代わって5番のヒロをコートに戻しました得点が13対10その差3点なんとか頑張ってほしい全日本カルデロン・メルセデスのサーブが続きます中田は柏野にボールを回して今日の当たりは柏野が決めますこの柏野が決めております、はい、韓国戦はマストに代わって入って 77% ソビエト戦昨日は 52% の決定率を示していますその柏野がサーブ前衛には斉藤が上がってきた全日本アルバハルこれはサイドラインいっぱいやっぱりルイスに、ね対抗する気持ちが、ねあると思いますね、まあ、ルイスの次の大きなエースということになりますかね、さあ中田がどこを使うか杉山のブロード今度はセンターからの速攻です中田松下の A クイック
高さと速さがありましたね。はい、13対10でサイダーズが続く。ライトからカルバハル、キューバはルイスが調子が悪ければこのカルバハルがあるというような感じですよね。誰かが助けるんですね。あっとサービスミスがキューバ、いいですよ。これがこのセット3つ目、第1セットが7本、このセットが3つ、試合を通して10本のサービスミスがあります、キューバ。左手でベルが決めます。ベル・レグラ、ルイスに似ておりますが、まあ、小さくてよく飛ぶところがキューバの、ね、監督たちも似ていてるということなんですがね、はいはい、しかしキューバのこのカルバハルがサーブミス、はい、日本としてはもっとミスしてほしいと。さあ、そのカルバハルが受けてスクレオダー上げてアルベロ、ベルトを投げてご覧のように1枚ブロックになってました、はい、日本は、ね、サーブ持ってる時に、ね、レシーブが頑張らないとダメでしょうね。さあ、そしてベルが下がってミレイヤルイスが前衛に上がってきています。どうしていいところでルイスが上がってきちゃうんでしょう。さあ、14点目が入りました。第2セットのセットポイント、キューバ。第1セットもそうでした。おっと、またサーブミス、キューバ。これが5本目のサーブミス。キューバの、ね、選手はですね、はい、やはりね、あと1点とかね、緊張感がね、サーブをあの失敗させるんだと思うんですよ。スイスの難攻、そして日本は勝ちと、ポイント日本11点目、14対11。日本は逆にですね、今日ラッキーがあるカシノが前衛ですよ、はい、おっと、これドリブル、キューバにドリブル、14対12となりました。ところでキューバが作戦タイムであります。2点差に追い上げた日本、中田のサーブが続きます。ルイスです。ブロックに当たったんです。さあ、このセット2回目のセットポイントを迎えたキューバ。日本ももう一踏ん張りしてほしい。カシノです。もう一度チャンスがある。カシノだ。よく決めました。今日のあたりは鹿島が決める、はい、今の中田のトスも良かったですね、白がセンターに引きつけてました、はい、群内監督、みんなで1点取らないと。あー、しかし惜しいサーブミス、広にサーブミスであります。さあ、これで3回目のセットポイントを迎えるキューバ。アルベロンがずっと下がったところからのサーブ、ワンハンドで上げる、拾っているキューバ。しかし最後は15番のカルバハル・マガリーが決めております。ポイントキューバ、このセットは15対12でキューバが取りまして、セットカウント2対0です。今夢中ですね、バレーボールに。だってこの部屋バレーボールしかないやってないんだろ、夢中になっちゃって。ただあの日本のあのね、以前実践やってますけど、ユニフォームも見づらいですね、なんかあの桜の模様が赤に入って、漢字で書いた方がかっこいいのにね、今筆書きかなんかでね、それ渋いですね。それからあのバレーボールの絵が描いてあると相手もバボちゃんのわけない、どれがボールかわかんないみたい。私はこれ何しに来たんでしょう。結構このスタジオ私暇です。でもあのバレーボールはまだまだ続きますので熱戦ですね。はい、本当です。第3セットです。But now, you can have all the power and excitement of Nintendo right in the palm of your hand. Game Boy は海を越えた。
対戦プレーに言葉はいらない。敵も吹っ飛ぶ面白さ、ゲームボーイとテトリス、好評発売中。ブルーヒーター、小さなボディにパワーがいっぱい。ブルーヒーターは時代が呼んだコンパクトヒーローです。ブルーヒーターは大日です。これはすごい。場内からため息とどよめきが起こります。本当に体が地につくよりもボールの方がスリーコートに早く入ってますからね、はい、日本は斉藤だ。懸命のレシーブ返ってくる。さあもう一度斉藤だ。これはつながるかな。ルイスが軽く返す。中田はどこを使うか。もう一度斉藤、今度はフェイント、もう一本でしょう。ヒロが上げる。斉藤、あーっとこれはホールディング。優雅にホールディングです。はい、斉藤の勝ちですね。はい、斉藤が勝ちました。爽やかな斉藤が勝ちました。日本で一番若い斉藤が勝ちました。あっと、パキスタンのサーブアウト。日本のサービスミスはこのセットは初めてであります。鹿島の懸命のレシーブ、斉藤が走りながら打ちますが、これはアウト。やっぱりいい条件で打たせてあげたいですね、そうですね。まあ何しろですね、アメリカ合宿10月の下旬に行いましたが、宗内監督が話しておりました。アメリカの選手の上から打てるようになったんだと。さあその斉藤にボールが上がります。これはフェイントです。オフィスがアンダーで上げて待っている。ルイスバックアタック、よく拾っている日本。斉藤だ。ルイスと斉藤、ルイスと斉藤の打ち合いが斉藤の勝ち。さあその斉藤がバックに下がります。しかし日本はバックに下がっても今日はアタリアの鹿島がいますからね。さあどうか、バックに振ってブロード攻撃が披露。ヒロのワイドが決まりました。はい、ポイント日本で7点目。さあ大阪城ホール、日本の応援でそれという声がかかります。これはアウト。日本ポイント8点目。第1セット、第2セットとキューバが取っております。しかし第3セットは日本がリード。ライトからアルバハルです。しかし大沼さん、はい、第1セット第2セットもですね、日本リードしたという場面がありました、はいはい、中盤までリードするんですが、はい、その後なんですよね。ですね、ですからね、もうここは0対0から始めるような気持ちで行った方がいいと思いますね。あ、なるほどね。さあしかし激しい勢いでカルバハルが何か声を発したんでしょうか、はい、主審のビヒテルさんにあのイエローカードを出されました。さあ2で打つ、ネット上、これはどうか。あ、オルティスが無理な体勢からボールを返しました。日本にワンタッチがありましたかね。そうですね、そう見ましたね。ポイントが9番に入って4点目。そして鹿島オープンに回しますが、ダイレクトスパイク日本。中田が打ちました。帰ってくるボールが日本ダイレクトに帰ってきました。中田、セッター中田が打ちました。サイドアウトであります。カルデロンです。カルデロン・メルセデス、24歳、184センチ。さあキューバがここでメンバーチェンジであります。8番のベルに代わりまして12番のラタンブレッドノルカをコートに入れました。ピンチサーバーとしてラタンブレッドを入れました。このラタンブレッドも日本ではおなじみの選手であります。そうなんですね。しかし日本頑張りますよ。このイッチャンスマイル出てきました。出てきました。イチコスマイルであります、はい、4年前のこのワールドカップで初めて全日本にデビューしました。その時はまだもう全日本のサインが3つしか分かんなかったという爽やか一ちゃんでありました。しかし今回は
キャプテンで少し緊張もしてるんですと話しておりました、はい、今日やっとね、この笑顔が出たっていう感じしますね。そうですね。しかしキューバも高い攻撃を仕掛けてきます。高さの攻撃、さあこれはうまいぞ。日本は速い攻撃です、はい、インクイッチが決まりました。松下日本は8対4。井上さん、やっぱりここでちょっとリードしたいですね。そうなんですね。ルイスのスパイクを拾いましたよ。最高だ。ワンタッチがあります。思わず拍手したくなっちゃいますね。ナイスレシーブです、みんなの気持ちが ね本当に一つになってるんですよ。はい、ポイント日本で9点目が入りました。オルティスが上げる、ライトからアルベロンが決めます。得点が9対4、ハイダーアウトでありますが、ここで日本は踏ん張り、リードを広げていきたいところです、はい、佐藤一子が受ける、待っている斉藤、しかしブロック。アルベロンが、カルバハルがですね、大きな声を上げてブロックしてますよ。おーっとイエローカードから、今度はレッドカードが出ました、はい、しかしこのくらいのファイトっていうのはね、必要かもしれません。もう大きな声を出してですね、相手を威嚇するブロックです、はい、そしてレッドカード、ハーブ権が移動です。はい、日本にハーブ権の移動であります。佐藤一子のスタート、ヒロがしびれをかむ、みんなの顔が良くなってまいりました。素晴らしい顔になってまいりました。ポイント日本11対5。さあここでキューバチーム1番のオスミスに代わりまして2番のベテランセッターテリエスをコートに入れました。33歳、ちょっと浮き足だったんでしょうか。キューバはそうですね、ルイスです。やはりね、キューバもね、乱れる時あるんですよね、はい、昨日の中国戦見ましてもね、分かりますよね。そんなに強くない時もあるんですよ。キューバはペルー、ソ連を3対0で下した後、中国に昨日1セット取られております。さあまたまたキューバがサービスミス。ソウルオリンピックのメダリストたちを次々と破ってまいりました。このキューバ、キューバは不参加でありました。日本がもう一つの山と言っておりましたが、あっと惜しい。日本にここでタッチネット、やっぱり、ね、6番中田にタッチネット。キューバにとってはですね、1回も優勝してないっていうのがね、不安なんでしょうね。あ、なるほどね、もう一つの山がこの日本ということを話しておりましたので、はい、日本がそれだけキューバを苦しめております。いや、日本のファンとしてはここで日本に勝ってほしいんです。そうなんですね。強烈なスパイクです。15番のアルバカル曲がり、なんとしてもね、3、4、5と取ってほしいんですよね。はい、1セット2セットキューバが取っております。中田はどこを使うか。斉藤です。いいコースに打ちます。斉藤、あ、今映りましたね、お母さんです。本当に嬉しそう、お母さんも嬉しそうです。東京からわざわざこの斉藤の応援のために大阪までやってまいりました。その斉藤のサーブ、これはどうか。ブロックしているぞ日本。ルイスが上げる、カルバハル、これはブロック吸い込みです。しかしこのキューバのチームの中で2番目に若いカルバハルが一番気合が入っています、はい、さあリバウンド、あ、いや、ブロックがアウトになりました。日本はリバウンドを取ろうという緩いボールを返したんでありますが、これがアウトになりまして、日本ボール。いいサーブです。はい、コースです。カルデロンだ、なかなか2段トスを上げる。カシノが打てるか。打った、打った。カシノ一生懸命拾って、一生懸命トスを上げて、一生懸命打ってますよ ね、 ね、決していい当たりではありませんが、さあ11対6、キューバチームが2回目の作戦タイムです。前、いや、入れない前、思いっきりブロック前だ。それから今ね、ブロックの上から打ってくるときはね、全部ストレート。だからね、ストレート向かったらバックセンターもうね、真ん中入ってるのすごい。真ん中入ってる、今、テリエスのブロックはね、こうじゃないから、ね、
こうだからね、くっつきくっつき攻めようね、よし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 よ日本が変わっていく。ジャパンオリジナル日産インフィニティ945誕生。師匠、衛星放送みたいですね。アンテナ中華南米で大丈夫ですか？大丈夫、科学を信じなさい。工学はこんなもんすか。あ、師匠、なんで引っ張るんだよ。いやいやいや、スイッチオン。うわ、すごい。あ、有名なサハラ砂漠の砂嵐じゃん。あれは話題の海王星だね。日清どん兵衛、きつねうどんと力持ち。11対6、日本がリードであります。第3セット、さあここは小島さん、攻めて攻めてほしいですね。またここからね、スタートしたつもりでやってほしいですよ。さあ待っている鹿島、体勢は悪いが決まった。よく決まってます。はい、見てください、体勢は完全に悪い。12点目が日本に入った。12対6、カルデロン、わー、日本拾った。ナイスレシーブ、レシーブポイント。やることなすこと、みんな今は日本に傾いています。流れは日本。さあキューバはメンバーチェンジ、作戦タイムは2回振り終わっております。12番のラタン・ブレットに変えまして、先ほど決めましたベルをコートに再び戻しました。中田のサーブです。さあこれも崩している。ケルドが上げる。カルデロン、これはしょうがありません。13対6でサイドアウトであります。しかし日本の宗内監督もですね、はいはい、日本がオリンピックの初戦に勝った時もそうだった、それから今年の東のですね、チニーハイの時もそうだった、はい、攻めて攻めている時は日本いい結果が出ているんだ。そうなんですよね、やはりそういうあの姿勢が大切ですよね、はい、さあこれはどうか。ルイスのブロックであります。得点がキューバ13対8、その差5点となりました。ところで日本宗内監督、作戦タイムだけ入って丁寧に入って、いやーそうです入って、これはもしお前のところにトスが上がったらね、真ん中キュンと、あるいはサイドに振ってこいと思う。どうしますキューバは、いやいや、ずれた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 、もうね、レシーブ上がるようになってね、あとはブロック手を前に出せばいい。ちょっと待って、さあ、よし。昼間の唇は荒れ放題、そこでお休み前の薬用唇ナイト、潤い成分が粘膜組織を整えます。しっとり滑らか、唇ナイト。髪がなかなか乾かない？これよ、クイックドライタオル。吸水スピードがなんと5倍。すごいタオルができた。小林製薬のクイックドライタオル、新発売。人間のためにいつも最高のシステムをと考えている日本ユニシス。今力を入れているのはユニックスシステム。コンピューターと人間との関係をいつまでも見つめていたい。コンピュータの日本ユニシスです。第1セット第2セットとキューバが取り、第3セットは日本がリード。あと2点ですが、小島さん、はい、頑張ってほしいですね。さあ、カシコが決めた。このセットいけると思います。そうですか、ええ、この2点を何とかもぎ取ってほしい。さあここで5番のヒロに変えまして、10番のサーブのいい中西をピッチサーバーとして起用した宗内監督。サウスポーのサーブ、どこへ回すか。さあチャンスは日本か。
ボールがこぼれます。しかしこのキューバの方も一生懸命、そして日本もこの佐藤一子を中心に一生懸命であります。おっとサーブカットが乱れた。サービスポイントはキューバ。日本10番中西選手。キューバに3ポイント連取。キューバが3ポイント連取です。ヒロをコートに戻しました。全日本ヘリエスのサーブなんですね。ヘリエスがもういっぱいに下がってのサーブですね。さあ松下の速攻はブロックされている。あっと返したボールも大きくエンドラインを割りました。ポイントキューバ。ここは焦らない方がいい、丁寧なバレーをやった方がいいと思いますね、はい、まずこのカットをきっちり中田に返したい、はい、さあ返ったぞ橋本。さあしかしブロック。これは4番のイケルドと13番のカルデロンのブロックであります。ブロックは高いんです、はい、ですからあと拾ってもう一度攻め直せないと、はい、得点が13対11その差2点。またちょっと日本が崩された。日本頑張れ。待っているルイス。大きく空いている真ん中ではなくストレートのところを狙ってきました。日本が1点差と追い上げられましたところで2回目の作戦タイムです。サーブですよ。停止サーブをすればいい。まだまだ行ける行ける。なんとか回そう。ゆっくりしたゆっくりした。さあ行こうだ。6ポイント連取され13対12その差1点と追い上げられてまいりました日本。さあ頑張れ日本。佐藤一子もう全力ですよ。はい、ご覧いただきましょう。全力で打ち抜きました、はい、左のふくらはぎを痛めておりますがそんなものはもうお構いなし、足なんかちぎれてもいいなんて話しておりましたが、あしかし一方のキューバもルイス両ほどね、このルイスがね、憎らしいと思うことはないですね。あ 大事なところで、ルイスが出てきてる、ね、爪のところでいつもルイスが前衛ですね。あそして日本は斉藤にスパイクミス。しかし斉藤若いんですからね。そうです、まだ13対13の同点です。頑張れ日本、頑張れ斉藤。アルデロンもサーブ。あっとサーブポイントキューバ。キューバにサービスポイントです。14対13さあこれ日本メンバーチェンジ。7番の柏野に変えまして9番の松尾コートに入れました。キューバはマッチポイント。1セット2セット連取しておりますキューバ、マッチポイントを迎えました。これは中田にきっちり返った。斉藤だ。頑張ってますね斉藤。カナダ戦で 48%、 韓国戦 54%、 ソビエト戦 46%。 日本のエースとして頑張っている斉藤。こちらはキューバのエースルイス。さあルイスが後ろ行きましたよ。はい、はい、しかし2回目のマッチポイントであります。ルイスのカーブ。あーちょっと乱れたぞ。高いところからイスケルドがボールを抑えましてポイントキューバ。15点目が入りました。15対13。大接戦大健闘しました日本でありますが、セットカウント終わってみますと3対0、敗れております。キューバは4勝目を挙げまして89ワールドカップ優勝へ大きく前進しました。さあ小島さん、はい、日本は大健闘でした。本当にね、こんなにね、強い日本が、出来上がったとはびっくりしましたね。そうですね。この大会で最高の出来じゃないですか。そうですね。キューバはこれでペルー、ソビエト、中国、そして日本と破りまして大きく優勝に前進したんですが、そのキューバを大いに苦しめましたよね。みんな一生懸命やってました。そうですね。さあ日本もこれでメダルの可能性が全くないわけではありません。まだまだこれから、この頑張りをですね、根内監督を中心に若い斉藤、みんなが力を合わせて
この大会一抜いてほしいですね。そうですね。日本が惜しくも敗れましたが大健闘を見せました。その素晴らしい爽やかな感動がきっとお茶の間に伝わったんじゃないでしょうか。そうですね、皆さんで応援していただきたい。そうですね、この後もぜひ応援していただきたいと思います。キューバが日本をセットカウント3対0で下したゲームをご覧いただきました。小沼さん、ありがとうございました。ありがとうございました。